ここからはソマリ先生にお部屋を占っていただきたいと思いますけれども、お願いします、はい、よろしくお願いします。先生どうですか、気になるポイントってありました？はい、ちょい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 怖いなじゃあ最初は早速どこから見ていきましょうか。はい、まずはね、一番お休みになるところ、はい、大事なスポットである寝室。あ、なるほど、寝室、はい。先生、寝室にやってまいりましたが、気になるポイントというのはどういうところでしょう？はい、まずベッドの向きと枕の位置、はい、ベッドの向き、ベッドの向きと枕の位置、はい、はい、こちら枕の位置は、南になっていますね、うん、そうですね、はい、はい、南自体はとても明るくって日差しも入るような、うん、とても元気になる方位ではあるんですが、はい、じゃあいいんじゃないですかですが、はい、寝る時ってエネルギーを貯めて休まるってことが大事なんですよ、はいはいはい、充電する感じ、うん、スマホでいうと充電する感じだから、はい、元気な方位に向きすぎるとちょっと遊び人の気が入ってきちゃうんですよ遊び人の気が入ってるんですかそうそうそう今、で、はい、だからなんかこう出ずっぱりになっちゃうとかギャンブルとか賭け事とかみたいな、はい、ちょっとね遊びに狂っちゃう遊びに狂っちゃうこのままだとそう、しかも夫婦揃ってってことですね。 そう、それはやばいですね遊びに狂う枕なんですね。そう、危ない、南危ない、そう、危ない危ない。そして以前どなたかのお家でも指摘したんですけど、はい、エアコンの位置、うん、枕の上にエアコンとか針がある、うん、あれはギロチンです。ギロチン、はいはい、あれですね、うん、ザパンチ松尾さんの部屋で言ってたギロチン部屋ですねなるほどね、ギロチンなんだ。そう、あそこから下は、はい、逆に頭を置いちゃうと、うん、上に物があるとちょっとプレッシャーが、なるほど、落ちてきたら怖いなとか、だからそれが心理的にも肉体的にもちょっとそがれるんですよね。思ったことないけどな落ちてきちゃうかもと。まあでも確かにね、何があるか分かんないですもんね。危ないので、夜中に地震とかあったらね。そうそうそう、なので、うん、ちょっとそれよりも少しこっち側にする、枕の位置はね、ちょっと手前にする、はい、手前に枕だけここに置くってことですか頭よりもちょっと避けてほしいなみたいなのがあって、はい、じゃあここは遊ばせといた方がいいってことですかそれかこっちに2人ギューって寝るとこっちに、はい、エアコンない方、あ、確かに嫁が寝てる方はエアコンないんですもんね。で俺だけですね、ギロチンが落ちてくるのは。じゃあそうなんだ、やられる、うん、実際はエアコンの位置変えるのは結構難しいので、そうなんですよね。例えばベッドの位置を、うん、まあ、少し離してみたりとか、うんうんうん、向きを変えるっていうのは、はい、一ついいんですかね。いいです、いいです。でもし可能でしたら、はい、元気になって、しかもエナジーチャージにすごくいいのは、うん、東向きなので、東向き、ああなるほど。そうするとこの本棚とかがある方がちょうど東になってるんですよ、はい、うん、だからこっちに移動させてあげる、ベッド自体を、ベッドの向きをこうすればいいんですか、うん、そうです、そうです。ああ、そうなったらできるかも。そしたらばちょうどね、若返りの方、東、太陽が昇ってきてる、はい、エネルギッシュな方位なんですよ、うん、だからこっち向きに寝ると2人とも元気になれて、はい、すごくいいです。へえ、うん、あ、それはちょっと考えてみようかな、確かに、うん、なんかね、仕事でのひらめきとかも出てくる方位なんですよ、うん、へえ、うん、だからネタ作りとかにも良くなるので、はい、なるほど、うん、まあちょっと僕ネタ書いてないんだ。そうなんですかいやでもそう、お芝居の脚本とか書かせてもらってるんで、ずるずる、はい、すいませんすいません、はい、水差しちゃって、あ、助かります本当に。アイディアがね、はい、ひらめきがやって、もうやろうかなそれ。はい、あ、そうですね。あとこれカーテンって閉めないんですか？あ、カーテンは、うん、確かに家その買うときに、うん、カーテンレールつけますかって言われて、意外と高かったんでやめちゃいました。そっかそっか、はい、あ、なるほどな。あった方がいいですか？あった方が、はい、昼と夜を分けるっていうのがすごく大事なんですよ、はい、だから日が暮れたらちゃんと窓を閉めて、うん、夜の空間にしてあげて、はい、でこういう窓って出入りする、気が出入りするところだから、うん、夜のまんまこう開けてる状態にしてると夜の邪気が入ってきます。邪気が入ってきちゃう
そうだからシュッて夜は閉めた方がいいと思うんですね。はい、なんかだから布をこう、うん、まあ簡単なカーテンでいいってことですよね。そうですそうです、オンとオフを切り替えるみたいな、はい、うんうん、それでだいぶ良くなりますよ。はい、はい、続いては気になったところは、はい、はい、ワンちゃん猫ちゃん部屋です。え、あそこ結構シンプルで、確かにそんななんか配置も何もないような気するんですけど、うんうん、じゃあちょっと早速お部屋の中行ってみましょう。はい、はいはい、ではお邪魔します。はい、あ、大丈夫です、犬しかいないんで。お邪魔します。はい、こんにちは。こんにちは。はい、静かに今聞いてるから先生の話。はい、これこのお部屋このお部屋自体が、はい、大丈夫かな。このお部屋自体が東にあるんですけれども、はい、そうですね、はい、これってあのちょっと静かにしてて、ちょっと静かにしてて、ちょっとじゃあ、何、うん、よいしょ、抱っこしとこうかじゃあ、すごい、そしたらまだおとなしくしててくれる？よかったね、はい、はいはいはい、はい、そのワンちゃん、いつもワンちゃんここにいるんですか？そうですね、基本的には、はい、そうかそうか、このちょうど東ってエネルギッシュで若返りの方位だから、うん、こう生き物がいてくれるのはとってもいいことなんです。あ、よかったね。そう、いいんだけども、あのお手洗い、はい、猫の、そう、彼らのトイレっていうのは、トイレの位置ってすごい難しいんですよね。はい、あのやっぱ浮上の地っていうことになるので、うん、置き方が難しいっていうのがある。はいはい、で東にトイレスポットがこうギュッと集まっているから、そのこの家の若々しい木が全部怪我されてることになります。 あ、そういう風になるんですね。そうなんです、東から入ってくるからっていうことですか。そう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 、だから、そうそう、朝日が昇る方位にいっぱいトイレがある状態、うん、あんまり良くない、うん、だからあの、まあ、移動するとしたらこっち、こっち側、北東、あれ北東になってるか。そうですね、これ方位動かすの難しいんですけど、はい、こまめにすごくあの掃除をしてあげて、あ、掃除を、はい、そうそうそう、あとはこまめに換気、はい、この東からこっち側の窓ですね、うん、この東とこっちの窓って出会いと仕事運両方連れてきてくれるんですよ。あのその出会いっていうのは恋愛とかだけじゃなくって、お仕事のそのお金につながるような、うん、あのご縁と、あとは営業運、はい、ご自身の営業運も上がってくれるので、だからここら辺はすごい換気、はい、なんかできれば常にしてるぐらいでも。ああ、なるほど、窓を開けて、まあこっちはちょこっと開けてるんですけど、そうそうそう、じゃあこっちもちょっと開けといた方がいいと思うんですよ。こっちはね、ちょうど風っていうエネルギーがリンクする方位になっているので、うん、風はこうやってエアコンで流すのももちろんですけど、はい、実際に開けてその東とここの南東と両方を吹き抜けるようにしてあげるといいかもしれない。いいんだって、はい、ね、ねー、ね、はい、ありがとうございます。さあ、2階に上がってきました。はい、先生、2階で気になるようなところってあるんですか？はい、いくつかあるんですけど、はい、まずはトイレから行ってみましょう。はい、なるほど、はい、トイレ、その流れでトイレお願いします。はい、いや、いないです、大丈夫です。怖いことやらないでください、逆に。はい、失礼します。はい、うんうん、とってもね、綺麗なトイレなんですが、はい、あの、せっかくのこの推し活グッズ、推し活グッズ、はい、これね、トイレに置くのもったいない、はい、あら、もったいないですか、はい、まあ、確かにね、そう、トイレって、はい、こう水場でもあって、はい、家の中で一番浮上の気が発生する場所って言われてるんですよ、うん、はい、そこに大好きな人たちの写真を置いちゃうと、はい、仲良くなくなっちゃいますよ。やだなんかね、はい、特にこの、あ、カレンダーとか、はい、まあ、こっちもカレンダーなんですけど、はい、うん、カレンダーみたいに時を刻むもの、はい、時計もそうなんですけど、そういうのを置いちゃうと、あのタイミング逃すようになります。タイミングをチャンスとか、はい、日付間違っちゃうとかみたいな、そうそうそう、なるほど、だから推し活の時の日付を間違ってチケットゲットできないとか、あ、これは困りますねそうそうそう、マジで困る、それは、そういうの出てきちゃうから、はい、あのね、あの
別の場所に移してあげた方がいいな。なるほど。普通にリビングとかの一角に移した方がはいいいですね。リビングに。はい。なるほど。なんか悪くなっちゃうんですもんね。悪くなっちゃう。トイレにやっておくと困るなぁ。あとこういう紙類は、はい、あの湿気を吸っちゃって、はい、腐ったバケツスポットになっちゃうんです。腐ったバケツスポット。そうそうそう。運気を下げてしまう腐ったバケツ状態。湿気を吸ってびしょびしょになってる状態で捉えるんです、ね。なるほど。はい。だから。せっかくのアイドルさんたちがなんかボウフラ湧くようになっちゃったら困るじゃないですか。ボウフラ湧くのは本当困りますね。ひどいことしてるな。はい、すいません、すいませんでした、本当に。はい、はい、すいません。腐ったバケツ状態にしちゃって。そうそうそう、サイン入りまであるね。やばい、家宝だとまで言ってたのに。ちょっとすぐにじゃあ。そう違う場所に。リビングとかだったらいいですか。そう、リビングのみんなが見れる明るい場所。はい、うん、なるほど、やっぱりそうですよね。わ、うん、かりました。はい、ぜひぜひ。はい、こんな感じで。困っちゃうな、エビ中と仲悪くなりたくないもんな。そうですよね。もう別に仲いいわけじゃないですけど。お風呂で気になるところがあって。お風呂、はい。基本的にすごい綺麗にしてらっしゃって。まあそうですね、今日だけなんですけど、ね。はい、まずね、一番のポイントは、はい、あの鏡、はい、うん、鏡が結構汚れてる、はい、うん、これはね、直ちに磨きましょう。はい、どうやったら取れるんですか、鏡の水垢。頑張っても取れなかったんですよね。なんかあるんですか。なんかあの重曹とか。重曹重曹とかやったら取れません。いや、ちょっと重曹はやってなかったです。確かに重曹で、はい、それは物理的に取るとして、はい、これ汚れてるとなんか歪んだ像を写しちゃうじゃないですか。そうですね、はい。だからで、しかもお風呂場って愛情にリンクしてくるので、うん、はい、だから夫婦仲があんまり良くなくなっちゃう。まずいですね。そう、はい、元気なくなっちゃうから、これはもう綺麗に見せてあげます。わかりました。はい、はい。で、そしてあのボトル類、はい、こういうシャンプーとかボディーソープとかがいろいろありますね、はい、これは統一感があるものにした方が運気が整うんです。なるほど。なのであの100均とかのグッズで構いませんから、うん、あ、そういうことですね。同じデザインのボトルとかに揃えて、綺麗、はいはい、にこう色整然と並べてあげる、はい、なるほど。そうするとね、すごくね、いい愛情が整って、はい、で愛情プラス金運も作用してくるので、お、うん、金運もちょっと良くなります。わかりました。はい。さあ先生、すいません、キッチンの方ということですね。はい、はい、キッチンはまず方角としてはこちらの、 あのお水がある方が西、うん、でこっちが南なので、基本西から南西にかけてのキッチンですね、はい、これはカカア殿下のキッチンです。カカア殿下。そう、へ、だからあのお嫁さんがすごく強くなる、はい、主導権を握ってくれるようなキッチンになってきますね。あ、うん、確かにそうですね。そうです、そうかもしれないですね。そうそうそう、はい、でそれでこの西にお水が流れるってすごく運気的にいいんですよ、はい、あ、そうなんですか。そうそう、これよくって、はい、西って川とか水がねリンクしてくる方位だったりするので、うん、だからこうやってきれいにした上で流してあげるのはいいんですよね、はい、でしかも色が白っていうのがリンクする方位なので、へ、だからちょっとこの金運がアップする、あら、キッチン。へえ、じゃあもう作ってくれた人に感謝ですね、それに関しては。そうです、そうそうそう、はい、そのそれでちゃんといただきます、ごちそうさまって言って、はい、ありがとうってすると、なるほど、金運もあの夫婦仲の方もこっちも、はい、あの恋愛運も上げてくれるから。あ、そうなんですか。そうです、そうです、すごくいいです。であとはあのプラスおしゃべり運だ、そのお笑いの人はおしゃべり運が高いといいんですけど、はい、ここで何かこう作ったものを食べてっていうのはすごくいいことなので、はい、そうそうそう、だからすごい運気アップする。なるほど、そうか、運気アップしてるんですね、じゃあ今。そうそうそう、これここで料理するだけで。そう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 、そうか、それでこれか。そんな感じかな。なるほど、いや、良かったです、いいこと言われて。そのパターンもあるんですね。そうです、そうです。
さあというわけで、はい、お部屋を先生に見ていただきましたけれども、はい、ありがとうございます。なんかいくつか改善点ありましたけれども、すごくでも、はい、概ね結構いい感じのお部屋っていうことですよね。そうですね。あ、本当ですか。はい、あ、よかったです。あの、綺麗にしてらっしゃいますし、はい、なんかあの基本的に何だろう、運気が整ってるようなお部屋だったの で、はい、でしかも生き物がいっぱい、はい、これは家の運気自体が高まる家になるので、生き物ってこう生きた力を、うん、エナジーをいっぱい感じさせてくれるから、はい、ちっちゃいお子さんがいるみたいな感じでね、活性化してくれるんです、うん、なるほど、うん、だからすごくパワーが強いお家です。あら、よかったです。さあ、伊藤さんいかがでしたでしょうか。はい、いやすごいためになる話聞けてよかったですね。あとはまあその綺麗にしてらっしゃるって結構褒めてもらいましたけど、本当昨日すごい掃除したんで普段はもうちょいあの雑になってます。もちろん猫もいるんで、はい、まあ綺麗にするようにも心がけます。ぜひぜひ、はい、あとはベッドの位置変えて、うん、トイレからエビ中を救出すればいいわけですね。そうです、わかりました。リビングへ、リビング、南のとこがちょうどスポットライト当たる位置でいいから、はい、あ、なるほど、あっち南の方に、はい、わかりました、はい、すぐ嫁が帰ってきたら買います。はい、はい、というわけで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。